そこ。ほう。知りたいか。北。何か光った。誰も。これは剣？変わった。武器さえあれば。じゃあさと片付けるわよ。死にたくなければそこをどけ。なんだこの剣。飛行竜。外の様子は。ま、お前は。女？ちょっと、どう？え？その剣よこしなさいよ。まさか。このまま。ルーティ。乗組員が全滅。すぐに脱出。ああ、ちょっと待って。時間がない。大変だ。あ、リリス。リリスじゃないわよ。はあ、よかった。どうしたの？よっぽど悪い夢でも見た？悪いなんてもんじゃない。最悪だった。しかも、変な声まで聞こえてさ。オキロスさん。そうそう、この声。って、いつまで寝ている気だ。さっさと目を覚まさんか。あれ？ここ、どこだ？そうだ、俺は確か、この剣、持ってきちゃったのか。古臭いとは。うわぁ！えい、大騒ぎ。剣が喋った！生きているのだから当たり前だ。いや、普通剣は生きてないし。うろたえるな。ソーディアン？今を去ること千年前に作られた。へえ。わかったか？な。あ、うん。まったく。仮にも我のマスターとなったのなら。
マスターって？お前は我と契約、湖の底で起こ、あ、俺にずっと話しかけて、確か名前は、そうだ、あの時、今やお前、気がついたよ。あなたは？私の名は、湖の底で倒れている。あなたが俺を、俺、それでバンダリアの山奥だ。知らなかったのかね。俺、飛行竜に乗、なるほど、飛行竜。この件のこと知ってるんですか？さあ、迂闊に。なんでだよ、別に。我が声を聞くことができるのは、聞こえない人間に話したと。え、そ、どうかしたかね。あ、いえ、ティルシー。おい、おう、小僧、目がさ。私の弓の師匠、あ、どうも。お世話になっ、困ったと。チェルシーというのは先生のおま、先生、私が裏山まで、おお、そうしてくれる。俺も行きます。助けてもらった恩もありますし。わかった、では一緒に行くとし。はい、二人とも頼んだぞ。雪が珍しいのかね。スタン君はどこの出身なのかな。フィッツガルドのリーネって村です。なるほど、あの地は気候が温暖と聞く。雪が珍しく見えるのも無理はない。そうですね。この辺りには凶暴な、俺、我がマスターになっ、お前偉す、本格的な戦いに入る前、そんなの聞かなくても、わ、普通の剣ならさ、まず栄翔時間を、それとこれは実、術もソーディアンでいろいろとさ、わかった。今のお前、お、いや、あ、
きっと私チェルシー、ブッドロー様、こんなところでお会いできるなんて近畿弱役です。近畿？大喜びする。へえ、どうやらその様子だと、またまただなんて、そんな、私今まで一度だって迷子、その割に、あれは欅さんとお話ししてただけです。人話ができ、スタンエルロンって言います。よろしく。ゆえやって先生のところで世話を。旧称アルバの孫チェルシーです。敬拝の身ではありますが。敬拝？身分が低い。またティムロス、物知りだな。リム？ああ、いや、なんでもないんです。チェルシー、先生が探している。チェルシー、ズボンのゴムが切れて困っちゃった。もう、そんなことのために私を呼び戻したんですか？ズボンのゴムくらい自分で直してください。よいではないか、減るものではなかろう。そういう問題じゃありません。ああいうの、家族の負。うちも似たようなもんです。ウッドローさんの私が家族と呼べ、外で立ち番。